産総研の人工知能研究センターの先生と申します。あまり時間ないですね。順番に話をしていこうと思います。まず僕誰なんですかって話からすると、産総研というところの、人工知能研究センターというところにいます。機械学習とか NGS の解析とか、やって、おります。でウェットの実験は一切しておりません。 100% とか 1000% ドライな人間です。でなんでこんなところにいるのかというので、おそらく、分譲申請、先ほど野上さんがおっしゃられていた分譲申請の許可第1号ということで、許可をいただいて実際に触ってみている人間だから多分、ここにいるんだろうなというふうに思っております。で、2016年の9月8日に、実際に分譲データを受け取ることになって、それからやっています。で、あとは、ヒトゲノム情報取り扱いという意味では、そういう意味で生物のバックグラウンドも遺伝取り薬のバックグラウンドもないので、大変素人です。それでもできましたという話を順番に、していきたいというふうに思います。でなんでそんなことをしているのかというと、我々の研究になるわけなんですけれど、統計の解析方法をちょっと作ってみて、それでいろいろなところへと適用をしていこうという、ありがとうございます、行く話を、しておりますので、そういうのの、実際適用する例として、この友のデータが使われたらなというふうに思って、それで、行っているのが現状です。で実際、分譲した、していただいて、使わせてもらっているデータというのは、1000人分の NGS で取得をした、スニップの情報、あと、検診情報の、一部ということになっております。で、細胞とかは僕らは受け取っていなくて、データだけ受け取っているという状況になっております。順番に、話をしていこうと思います。きっかけはそこにいらっしゃる大会長の、ところでして、僕がその友のデータを利用して GWAS したいって解析をしたいんだけれど、あるいは機械学習したいんだけれど、どうしたらいいでしょうかという話を、申し上げました。そしたらそこにですね、大会長と、あと非常に背の高い、木野なんとか教授さんがいらっしゃってですね、分譲申請だよね、そうだよねというふうになりました。共同研究じゃないのって話をしたら、いやいや分譲申請で行こうよって話になって、そういうことに、なりました。で僕はほほーと言って、でホームページあるよというふうにお二人に、言われまして、あ、ホームページありますか、じゃあホームページあるからそこに従っていきましょうということで、ありがとうございますと言って先に進もうというふうにしたんですけれど、まあこれはまた茨の道でございました。とまず全体の流れは、実際にホームページに公開されています。信国さんがおっしゃった通り、実際その通りのことが、書かれていますので、その通りにやっていただければできると思います。で一番初めは、利用登録をして、その後、事前申請をした後に、本申請準備をいたしまして、その後本申請をして、MTA で締結して分譲という流れになります。なんか僕ただの素人だったので、本当に利用登録して事前申請で少しお話をして本申請かと思ったら、まあその間に結構長いことになりまして、順番に話を進めていくというふうになっております。で、実際時間タイムスパンも含めて、書いているんですけれど、問い合わせを開始してから、事前申請までが、1ページ目になっています。事前申請の、正規の窓口への問い合わせは、2015年の11月24日に、行ったのが一番初めの、問い合わせになっていました。で、なっています。で、一番初め、まあ、1000人分のゲノム情報と調査票と血液検査情報をくれというふうに、メールで問い合わせを、しました。まあ分譲申請、分譲して公開をしているわけなので、ある程度自由に公開をしてもらえるかなというふうな、目論みがあったわけですが、まあ、案の定、嫌だというふうに言われまして、嫌だという、まあ、その前に、まず、利用登録、まあ、一番初めにやりました研究責任者とか、あるいは支払いに関連する情報とか、そういうものを登録をしてくださいというふうに言われました。まあ、こちらとしては分譲するかどうかもわからないので、一番初めに登録かと思いながら、登録を始めました。で登録を、したから、じゃあ情報をちょうだいというふうに言ったわけです。そしたら今度は、対象疾患を示してくださいと。まあ実際にその1000人の方からいただいた情報ですので、何に研究をするのか明示をする必要があるので、対象の疾患であるとか何をするのかという方法を明示してくださいというふうに、なっていますし、対象項目を、絞ってくださいというふうになっています。
言われました。で、じゃあ項目を教えてというふうに言ったんですけれど、そしたら今度は項目は現在非公開です。アンケートの先ほどの国さんから1時間ぐらいからアンケートの項目に関してその通りまだ公開はしていなくて、公開は、非公開ですと。で、奥島さんに聞いたら今僕がデータベースを作っているからというふうに言われて、今公開はしているんですけれど、まあ当時はオープンになっておらずそれで一番初めにしなきゃいけないことは NDA を結んで、機密保持をした上でそれで今回の内容を聞くということが一番初めに続きをスタートしました。で NDA やられた方は存じているかもしれませんけれど、当然のごとく事務の部署は非常に面倒くさがる項目でして、産総研の方で放置をされ、別にこれは東北の方がじゃなくて産総研の方で放置をされ、散々つつきながら何とかして、事前面談まで行って、第1回目の提出をしたのが18日にもとでもって1月以上かかって、やっと NDA の、締結前ですけれど事前申請をしていました。で、もろもろ、当節が入りまして、まあ、お正月も挟みましたので、1月の26日に、本申請を行っています。で先ほど、費用に関して一部お話がありましたが、費用実際ここまでの作業費用と相談料ということで我々のところでは2万円ほどを、請求されて、お支払いをしました。で問題になるのは、我々のところはですね、1年以上歩み積もりという素晴らしいシステムを取っている研究所なのでこれに関して歩み積もりどうするんですかって話とかですね会計の部署の説得のための理由書とかそういうので再なんか考察されまして、まあ、いろいろやっていましたけれど、まあ、しかも年末にかかってきたのでさらにややこしいことになって、まあ自分で払うとか思いながら2万円分の理由書を書いたりとかしていました。あと並行して倫理審査、当然のことながら、トムの側でも倫理審査は行われますけれど、産総研側でも必要です。で産総研側の倫理審査はなんと素晴らしいことに年に2回しかございません。医療系のところでは信じられないかもしれませんけれど、産総研も医療機関を持っていませんので実はあまり倫理審査が数が少なくてですね、臨時を含めて年に 3,4 回なので、なんとか年末の臨時審査に潜り込ませてそれで、行ってもらいました。でさらに大規模に業務情報を扱う前例が少なかったのでまたこれまた様々な、ことが産総研の中で、起こったんですけれど、まあ、一つ書類をクリアしていって、あともう一つ話をややこしくしたのは後で話しますがデータは、分譲をしていただいても我々のところに来るわけではなく友の計算機の中で全部扱う必要があります。でそれでも倫理審査は必要なんです。で倫理審査委員会からデータ来るんですか来ません倫理審査必要なんですか必要ですっていうこのなんかよくわからない、繰り返しが散々やられまして、まあ、しょうがないんですけれど、まあ、総合の倫理審査委員会が終了したのが3月31日年度末ギリギリで、まあ承認されました。でとはいえ3年間申請したんですけれど友の側の倫理審査委員会の方がこれは、1年間しかダメですよと進捗を見て年以降は判断しますというふうに言って、まあ、1年間だけのオープンということになりました。でこれが終わりますと次に行われるのがいわゆるオプトアウト、分譲保留期間というふうに、言っていると思いますが、お期間があります。ホームページの上に掲載をしてそれで1ヶ月間実際に取られた患者さんに関して、許可しないということができるということで1ヶ月間工事期間があります。で、ちょっと手続きの問題とかありまして、4月25日に最終版を提出して、5月13日掲載6月13日まで保留期間ということで大体1年前に、掲載をしていただいて、保留をして保留期間を通った後これで、一通りのところが終わったかなと思ったらこれが終わると次に余っているのが MTA でしてどこにも情報のトランスファーはないんですけれど、全部東北大学になるわけなんですが MTA を結んでくださいということになりますのでなっていて、物はないけれど MTA を結んでくださいというわけのわからないことを言いながら、大学の中というか研究所の中の部署を説得していくということでやってやっぱり物がないのがあちこちで放置されまして担当の方のところに行くと長く積み上がった書類の一番下の方に僕らの書類があってすいませんこれなんですけどとか言いながら、やって、8月10日に MTA です完了ということになって、これで大体、情報が全部揃ったということになりました。ということで実際やってみると利用登録が11月下旬にスタートして MTA ですまでが8月10日ということで9ヶ月間大体かかって、物事が進んだという感じになります。今使ってみました。
以上申請が終了してもデータをもらえるわけではありません。すべての情報は友の専用端末の右側にありますけれど、端末の上で操作をする必要があります。Windows の新クライアントで Linux サーバープラスノベルを利用して、データは普通の VCF なので、もしゲノム情報を触ったことがある方でしたら、全然普通に利用できる素直な、ファイルになります。なので、こういう状況なので、僕が利用したいと思う場合には、東北大、まあ、あるいは近くのところに行って、それで、触る必要があるので、持って帰ることはなかなかできなくて、その代わり統計情報を持って帰ることができます。で、部屋に入るには交際認証です。右側にありますが、目を見せて、ピピッとなって、認証完了しましたと言われると、中に入れるというような感じのシステムになっています。Linux サーバーも、もし遺伝研とか東大研とかのシステムを使われたことがある方は、大した苦労はなくて使えます。つまり、ほとんど同じシステムです。なので、大丈夫なんですけれど、問題はインターネットにつながっていないので、データは持参をして持っていく必要がありますし、あるいは部屋の中では特別インターネットがつながっているわけではないので、大学の方はエディロームを持っていけば利用可能です。インターネットを無線で利用可能です。産総研はエディローム入っていないので、エディロームがないのでいつもネットワークがなくて困っているとそういうことになるんですけれど、まあ、大学の方は大丈夫だと思います。であと、データのアップロード、統計情報のダウンロードなんですけれど、指紋認証の USB を貸していただきますので、データを持っていけば持ち込むことができます。で、データのダウンロードの方が問題です。ダウンロードの方は、ちょっともうスキル変えて、もう時間ないんであれなんで、スキップしますけれど、必ず2名必要です。情報管理者という、登録の時に出す、人、証明する人が必ず1人必要で、あともう1人、その申請を出す人という2人必要で、イントラネットの中で全部進むので、イントラネットの中で過ごすので、全員2人ともその東北大にいて、で、同時に作業をする必要が出てくるというふうに僕は認識をしています。なので、2人いて、作業をしないとダウンロードできませんが、それでも統計情報のダウンロードは可能です。というわけで、これがあと終わると大体、使用するわけですが、この金額を出していいのかどうかわからないんですけれど、我々のところではサーバーを4台ぐらい借りますよという話をして、大体年間20万円という、請求金額が去年は来ております。で、2年目、1年目終わって、こう利用させてもらったわけですけれど、倫理審査が1年間で終わったというのと、あともう一つ、1万人分のスニップの情報、まあ、NGS 現場の中で NGS じゃないんですけれど、スニップの情報が、公開をされ始めていますので、その情報も加えて、2年目今年の分は申請をしています。これも倫理審査を通して、倫理審査は通常していますが、オプトアウトの期間が、ゴールデンウィーク前に終了して、今 MTA の手続きで物事の郵送がされているという感じの状況で、まだ申請許可が下りていませんが、こういうような状況になっております。というわけで、友のデータを触ろうとしてきましたというのはこの私の話です。で、私の情報屋さんでも大丈夫だったので、多分皆さん素直に申請をしていけば利用可能というふうに思います。で、僕いつも私生ですごく時間がかかったんですけれど、多分素直に普通の方がやっていけばもっと早くできると思いますので、まあ、ちょっと特殊例と思って聞いていただければと思います。あと、まあ、友の皆さん非常に協力的です。なので大変よくって、なんといっても登録に必要なフォーマットをこれから作りますと毎回毎回言ってくださいます。ですので大変協力的です。なので多分もうフォーマットできてると思いますので大丈夫だと思います。まあ、そんなわけで僕としては非常に魅力的なデータであると思いますし、ぜひ活用しながら検討を進めていければというふうに思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。これで